こんにちは。こんにちは。おー、皆さん早い。ありがとうございます。こんばんは。テロップ、こんばんは。見て見て、カチューシャかわいいでしょ。こんばんは皆さん、ありがとうございます。みかんさん、ただしさん、けんくわさん、ゆなさん、ゆうきさん、ゆうすけさん、ささん、のりぐらたんさん、はい、こんにちは。来てくれてありがとうございます。あ、見て。こんばんは。はい、ありがとうございます。え、ねねねね、あの福島のツアーってもう終わりました？そう、カチューシャかわいいでしょ。いやー、ちょっと光が、めちゃくちゃ久しぶりに見た。あー、このショールーム配信自体久しぶりだもんね。はい、あ、ツアー終わりましたか？うん、よかった。え、君へどうでした？ガラスのアイラブユーだよね、ユニット。そう、一緒にね、覚えたんだよ私も。そう、カチューシャいいでしょ。今日さ、もう人と喋ってないから超喋りにくいです。そう、今日ね、お外出ようって思って頑張ったんですけど、ちょっと初めてお外に出たのが夜の7時という。ダメだね、社会不適合者だ、カチューシャ。ねえ、どんな瀬取りなんだろう。あ、知ってるけどね、私知ってます、知ってます。みっちゃんと君へがガラスのアイラブユーで、ひなのはあの雷鳴です。雷鳴、このこれいいよね、雷鳴好きです。 S 公演で見て気になりました。お、こんにちは、ありがとう。イエイ。ね、涼しいですね、夜は。でもこの部屋は暑い。うん。そう。お、はじめまして。ありがとうございます。ほら、かわいいでしょ、これ。早口言葉で口を動かそう。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。もしかしてずっと起きてる感じ？当たり。そうです、眠れない。いやね、このまま不眠症になっちゃったらどうしよう。もう寝ます、今日はちゃんとね。明日ね、ちょっとなんか撮影するみたいだから。須田さんとゆうかたんさんがわがままな流れ星、え、めっちゃいいじゃん。わがままな流れ星、タタタラタタタラララ。うん、こんばんは。すごいねえ、皆さんありがとうございます。あ、おつまこのアバターがいる、面白。私もらいましたよ。
つまこのウニ、え、ね、かわいい。イクラはどうなったんでしょうね。ちょっとイクラちゃんかわいそう。イクラかわいそう。炙りカルビ、え、これ早口言葉じゃないの。炙りカルビ。家から出ないで何してたの。今日はね、ちょっと劇場の定点動画をずっと見てました。うん、でね、今日早くお家出て映画見たかったんですけど、ちょっと起きれなくってね、ずっと定点見てました。ね、早く握手会の日になんないかな。バリバリ決めポーズで撮ってね。いや、なんかね、動画撮影だからね。そう、決め決めポーズしても意味ないんだ。意味あるかな。決め決めポーズしようかな。こんばんは。今日うつまこが寂しがってたよ。私も寂しかったもん。うん、悲しいな。フィンランドミラクルやらないの。したい。あ、見ました。なんかね、私にフィンランドミラクルって曲をやってもらいたい方がなんかすごいたくさん多くて、どんな曲なんだろうって聞いてみたら可愛かった。やってみたいな。何の映画。あのね、今日見たかったのがね、Once Upon a Time in Hollywood っていう洋画なんですけど、すごい見たかったのにちょっと起きれなかった。上映時間間に合わなかったです。悲しいね。アンヨはどうですか。アンヨはね、もう最近踊ってないから分かんないや。うん、でも今は痛くないです。大丈夫だよ。あ、ツーショット。あ、そっか、22と23がツーショットなんですよね。サステナブル。え、おすすめポーズですか。ポーズこれ。あとこれ。これさ、ひめたん結構やっちゃうんですけど、もうこれさ、あんま良くないんでしょ、裏ピース。でもこれ、うん、結構よく映るから好きなんですけどね。うん、フィンランドミラクル、緑のイメージ。本当ですか。うん、衣装までは分かんないや。ひめたんのガラスのアイラブユー見たいです。ひめたんでも覚えたんです、サビはね。こうやってやるんでしょ。君へと一緒にやりましたね。やりたいね、できるなら。あ、そうそう、タランティーノ監督のやつですね。 Once Upon a Time in Hollywood。 なんかお名前が長いですね、言いにくい。あ、えぐい映画なんですか。そうなの、怖い系。あとね、ホラー映画のアスっていう映画、なんか黒人の方の映画ですね。なんか自分とその自分の一家と全く同じ人が現れて、わーっていうホラー映画です。それすごい見たくて。外加穂さん見たかな。お話ししたいな。ね、これ可愛くない？超お気に入りなの。
かわいいよね。ひまわりが咲くとドキドキするね。姫だ、姫かーだ、姫かーです。コールはね、姫かーなんですよ。そうね、姫、姫たんさ、なんか呼び方とか厳しいくせにコールは姫かなんだねっていうツッコミどころそう、ブラピとディカプリオさんが主演の映画ですね。タランティーノはバイオレンス度高い。そうなんだ。バイオレンスってなんだ、怖い感じ。字幕が見たいです。私ね、字幕派なんだよね、洋画は。皆さんどう、やっぱ吹き替えですか。でも字幕の方が良くない。ひめたんもホラーをキャーキャー怖がらずに見るタイプ。いや、キャーキャーしちゃいますキャーキャーしちゃう。カチューシャなくてもひめたん可愛いですか。でもこれ可愛くないそう、コール姫かなんだよね。ぜひ覚えてください。姫、姫、姫か。あ、バイオレンスって暴力なのね。おー、字幕派が多い。あ、やっぱそうですよね。なんか吹き替えってさ、なんかイメージにそぐわない時あるよね、あの声優さんが。そう、うん、字幕だと画面見るの大変だけどね。まあそれもあるけど、まあまあいけます。そう、あ、結構字幕派の人多いね。あ、吹き替え派がいた。あ、ライオンキングも見たいです。でもライオンキングね、あのアニメの良さを知っちゃってるから、ちょっとあの、なんて言うんです、あのリアルな感じが受け入れられるかなって、言えない受け入れられるかなって。でも見てみたい。アスは知ってる、皆さん。アス、今まで姫たんって言ってた。あ、でも嬉しいです。次からね、姫かーでコールしてください。ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。女優役の子がとってもキュートだった。お、それはなんだろう、ワンスアポンアタイムインハリウッドかなね。そう、女優の方がすごい可愛い。あとなんか子役の人がすごいみたいで、そう、見たかったのに起きれなかった。見たかった。ちょっと皆さんさ、おすすめの洋画ないですか、教えてください。あ、そう、イットもね、イット見たかった、見たかったけど、私ピエロ超嫌いなの。ピエロ怖くないね。英語のセリフがかっこいい。そう、そうなんです。英語ってかっこいいよね。英語喋れないけど、英語のリスニングだと思って頑張ってる。嘘、すごいな。無理です、字幕がないと。公演でいつも姫たんってコールしたわ。全然、でも次からは姫かでね、お願いします。アラジンは見た？見ました、見ましたよ。めっちゃ面白かった。いや、ウィル・スミスがすごい、本当にね。英語は字幕、その他の言語は吹き替え。あ、その他の言語、ほほほ、英語以外にもあるんですね、映画って。そう、アス見たいんですよ。ワイルドスピード、あ、聞いたことある、見たことない。マレフィセント、あ、マレフィセント知ってるけど見てないや。ウェルウェルだよねワイルドスピード多い。どういうお話？
ビバリーヒルズコップ、タイタニック、あタイタニック見てみたいな。アニメ映画、アニメ映画ね結構見ないんですよね。うん、僕のワンダフルライフ、あー見たい、見たいやつだ、今やってるやつですよね、あの転生ものですよね。え、超見たいのそれ、ワンちゃんのお話、ペットセメタリー、うーん、名作ホラー。里加穂さんは人形系が好き。そうなんですね、アナベルとかかな、あとチャッキーとか。うーん、あ、チャッキーはね見たことあります、超怖かった。ひめたん出てる公園行ってみたい。当たらない？え、当たるよ、おいでなさいませ。そう、今はねちょっと足の怪我で救援いただいてるんですけどね、それまでに温めておいて復帰した時に来てください、ぜひね。あ、ロケットマン見たいやつ、あのまたあれですよね、音楽のミュージシャンの人の生い立ちみたいなやつですよね、見たい。あ、ショーシャンクの空にって知ってるぞ、タイトル知ってる。うーん、めっちゃ映画語るね。そう、映画ね最近好きなんですよね。インド映画、あ、インド映画ね、あ、やばいやばい、めっちゃコメント溜まってる、ありがとうね、みんなさん。 MC で姫たんが、え、そう、それね私も思ってて、あ、うざい、あっち行ってください。今ココナさんとおつまこが来ましたね、ショールームやってるんで邪魔しないでください。でしょ？はい。ちょっとね、なんか二人でタピオカ飲みに行ったみたいで超超嫌です。私も嫌、悲しい。姫たんも行きたかったのに。MC で姫たんが変態とか絡みづらいって言われると心が痛む。そう、私も。悲しいんですよ、なんか変態って言われるのすごい嫌で、どうすればいいんだろうなって、そう、これが悩みです。あのメールで言った、もうなんかすごい嫌なんですよね、悲しいというか、わあ、めっちゃコメントが溜まってる、ありがとうね皆さん。ちょっと遡りたいけど長い。ローマの休日、岐阜感ない。そう、姫たん誘われなかったら拗ねるタイプです。おつまこが姫とはいないから泣いてたよ、それ嘘なんでしょ、もう知ってるもん私。なんかさ、変人だったらまあまあ美味しいと思えるけど、なんだかなって感じですよね。そう、私映画好きなんです。本気で言ってないでしょ。おー、でも私はすごい嫌なんですよね。はい。この話はちょっとやめましょう。自覚はないんだね。
いやなんか、皆さんごめんなさい、戻ってきてください。ごめんなさい。あ、皆さんありがとうございます。ごめんね、ちょっと急に切っちゃってごめんなさい、ごめんね。お話しましょう、普通に。終わったのかと思った、ごめんなさい。終わってないです、ちょっと10時までやりたいですごめんね、急に切っちゃって。あ、来てくれてありがとうございます。ごめんね。はい、何のお話をごめんなさい、皆さんありがとうございます。戻ってきて。いやー、なんだろうな。あ、そう、今日鋼の錬金術師が見たくってですね。で、皆さん、あ、見たことあります？鋼。そう、なんかね、前に友達に借りて、漫画は全部読んだことあったんですけど、ちょっと内容忘れちゃってね、また読み返したいなって思って。そう、漫画です、漫画。主題歌がどっちのやつ？あ、アルティメットなんちゃら、あの原作に沿ってる方ですね。私ね、原作派なんだよね、アニメじゃなくて。もう見たことない人絶対読んでほしい。あの作者さん好きで、あの銀のサジとかも好きなんですけど、あ、そうそう、新しい方のね、2回目の方っていうのかな。そう、めっちゃ見たかったんですけど、ちょっとお金が足りなくて買えなかったっていう。見たい。フルメタルアルケミスト。うおー、言えた。フルメタルアルケミスト。すごい。なんか声に出して気持ちいい単語ですね。え、そっちが昔の方ですか？あ、鬼滅の刃。そう、鬼滅の刃ね、ちょっと見たくって見たくって。アニメね。でもアニメってもう20何話とかに行っちゃったから、ちょっとアニメからじゃ遅いかなって思って。漫画買いたいけどね。フルメタルの方は原作とほぼ同じやつ。あ、じゃあフルメタルの方だね。フルメタルアルケミスト楽しい。漫画喫茶には行かないの？漫画喫茶ってさ、何なんだ？漫画喫茶って何ですか？なんか名前聞いたことあるけどさ、行ったことないから分かんない。そう、指パッチンね、練習してるんですけど、聞こえる？数なの？そう。インターネットカフェ、ネカフェ。漫画を読む喫茶店。あ、そうなのね。あ、こんばんは、ありがとうございます
てくれて。乾燥してるとならないんだ。なんか指パッチンってめっちゃ痛いね。皆さんできる？指パッチン。めっちゃ痛いんですけど、指。いて。ね、皆さんぜひジョジョも読んでください。読んだ人ない、読んだことない人だったら。できる人が多いな。ね、指痛めちゃうね。指をはぁ、あ、はぁ、あ、ってやって湿らすんだ。痛い。あ、指パッチンって指太くなっちゃうの？やめとこう。ねえ、マスタングみたいになりたくてさ。やるよね。ハガレン読んだことある人なら絶対。ねえ、ちょっと皆さん、さっきの配信で言ったさ、おすすめの映画教えてください。見たい。名古屋ってさ、ツタヤってありますか？てか皆さん、ツタヤって知ってる？ツタヤって知ってますか？お元気ですか？お元気です。教えて。あ、蔦屋あるんだ。名古屋って蔦屋あるんだ。なんか関東にしかないのかと思った。あ、みんな知ってるか。そうか。でも名古屋でさ、蔦屋見たことないよ私。あとさ、ちょ、聞いてください。皆さん、日高屋って知ってますか？日高屋。ラーメン屋さんの日高屋。知ってる？あ、大阪にも九州にもあるんだ。そうか。劇場の上のフロアにあったよ。あ、そうなの？蔦屋は全国展開？知ってるの？ねえ、日高屋さ、ねえ、日高屋ってさ、関東にしかないんだよ。びっくりしちゃった私。やっぱ、ねえ、名前聞いたことあるって人が。日高屋ね、安くて美味しいんだよ。びっくりだよね。ね、他にもさ、あるかな？あと、マイバスケット。マイバスケットさ、名古屋になくない？知ってる？知ってます？皆さん。大阪には大戸屋があるよ。いや、大戸屋は名古屋にもあります。そう、日高屋ね、関東のみなんだよ。びっくりだよね。あとさ、名古屋って愛知県ってケンタッキーなくない？ケンタッキーフライドチキン。いや、マイバスケット知らない人多い。そう、マイバスケットはね、なんか安いコンビニみたいな。びっくり。ねえ、知らない人多いね。マックス、マイバスケット姫たん大好きなのに。なくてびっくりした。あ、嘘、ケンタッキーあるの？ケンタッキーってあるんだ。でもないよ。で、姫たんさ、ケンタッキー食べたいなと思って探したらさ、なかったもん、名古屋に。ケンタッキーって栄にもあるでしょ。ないよ、ないんだよ。そうね、マイバスケットはスーパーの小さいバージョンです。あ、イオン系列か。そっか、トップバリュー。そう、マイバスケット隣にあるの？そりゃすごいいいな。
劇場の近くにケントある？嘘だ、ないよ、ないよ、ないです。マイバスケットはね、なんかあの 100円ローソンみたいな感じ。鶴亀ランドってなんだ。え、栄にケンタッキーないよ。ひめたん、行動範囲狭いかもしんない。でもさ、なんか一人でさお出かけって寂しくないですか。なんか、あとね、金山っていうところにも行ってみたい。金山、金山って知ってる？名古屋のところ、知ってるか金山。あ、栄は閉店した。あ、名古屋さん、モスもないよね。モスバーガー、ヒメタンビーム打てる？打てますよ。あ、牛タンネギシも見かけないね。名古屋にないんだ、牛タンネギシ。知ってます？なんか牛タンのお店なんだよ、ネギシっていう。そう、これもね、アーヤとおつまこと喋った。なんかネギシ食べたいのに名古屋にないんだって。そう、びっくりですね。やっぱさ、なんか違うね。なんか近いって思っててもさ、あるお店が全然違うんだね。面白い。あ、モスあるんだちょっと名古屋を舐めすぎですね、モスチキン。いや、単に姫たんがお出かけしないだけだ。でもモスね、少ないよね、店舗。そのモス好き。金山ってさ、なんか面白いところありますか？楽しいところ。あ、なんか名古屋のさ、楽しいところを教えてほしいなんか一人でも行っても楽しめるところ。お出かけしたい。あ、なんか、あとお風呂の王様、お風呂の王様っていう、なんかなんだろうな、たくさん遊べるところ。お風呂の王様知ってます？銭湯と、あと漫画が読めて、あとマッサージとかできる。知ってますか？それもね、関東だけなんだよ。お風呂の王様みたいなさ、やつ名古屋にあるかな。大須はね、定番ですね。たくさん行きます。サンシャインもお家だからな。サンシャイン栄ね、もう劇場で毎回のように行ってるから。そう、名古屋限定で教えてくださいな。もう大須は知ってるよ大須は定番中の定番すぎて。あ、何飲んでんの？ノナラパールです。ノナラパール、もうね、大須と栄は知ってます。なんか他に名古屋の面白いところ、 SKE 劇場、そうだね。ね、名古屋県民、名古屋、やばいやばいやばい、愛知県民の方ですね。愛知の中で面白いところ、コロナの湯。あ、スーパー銭湯っていうの？お風呂の王様、スーパー銭湯、アーバンクア、記念橋、カルビの王様、スーパー銭湯。お風呂の王様知らない人やっぱいるよね。横浜市民なのに知らないだと、なんだと。あ、名古屋港水族館いいね。そう、前に行ったんです。エントンジ商店街。レゴランド行ってみたいな。ユートピア宝、徳川美術館。あ、美術館行きたいな。東山動物園、乙女、犬山、清州城。
ユートピアめちゃくちゃいいよ。ビンゴでテレビ当たるよ。お、テレビ欲しい。テレビ欲しい。持ってるけど。美術館行きたいな。そう、私ね、美術館好きなの。なんか大きい建物いいよね。ね、美術館巡りとかしたいな、また。ビッグカメラビッグカメラね、まあヨドバシカメラとかビッグカメラとか楽しいよね。サンシャインの横のペットショップの猫かわいい。え、ペットショップあるんだ、行きたいな。あ、長島スパーランドはね、ココナさんとも行く約束してるんだ。行きたいな、早く。長島スパーランドさ、岐阜かと思った。三重県なんだよね。エゴランドってさ、本当にあるんですか？エゴランド行ってみたいな。ね、東山動物園行きたいな。名古屋市科学館、あのプラネタリウムですよね。遠藤寺、遠藤寺ね、覚えました。覚えました。はい、めったに漢字弱いんですよね。リニア鉄道館、なんかさ、なんちゃら館っていうところってさ、大体楽しいよね。行きたいな。豊田博物館、博物館いいね。清洲城覚えた。清洲城ね。ピオス城、確かにピオス城似てる。金山にも美術館あるよ。おお、美術館行きたい。遊びに行きたいね。行こっと。名古屋城ってさ、どこにあるんですか？遠いですか？名古屋城って、名古屋から。そんなわけないか。だって名古屋だもん。名古屋城、熱田神宮、マクドナルド、いいですね。アニメイト、アニメイトね、まあまあ行ってますよ。あ、エゴランドはエゴさんのレーンなんだね。騙したな。でもエゴさんのレーンね、行ってみたいですね。あ、ラグーナのさ、ナイトプール行ってみたかったな。なんか名古屋ってさ、ナイトプールがあれしかないんですよね、ラグーナ。そう、妻こと行きたかったな。マウンテン行きたいです。私、皆さんマウンテン行ったことあります？あの喫茶店の、超行きたいの私。ある？みんな、金山の美術館なくなっちゃったの？いい、嘘、悲しい。なくなることってあるんだ。名古屋城近いんだ。栄から地下鉄3駅だよ。なんか情報が、ありがとう、すごい。マウンテン行きたくないですか？ね、みんなで登山しよう。マウンテン、なんかさ、意外と食べれる気がするの。食べれるくない？あの抹茶スパゲッティとか。マウンテン知ってるんや。マウンテン有名なもの。私さ、もう結構ね、名古屋の観光の本とかも結構見てるんだよ。マウンテンのいちごスパ食べたけどきつかったよ。そうなんだ。
結構いけそうじゃない？こういう甘い考えが遭難しちゃうのかな。ねえ、行きたいな。抹茶スパゲッティ食べたくない？この間は個別握手会ありがとう。お、ありがとうございます。そう、まだまだね、5時販売たくさんあるから、ぜひぜひ会いに来てください。次のね、10月13日はハロウィンに近いから警察官の格好をします。手錠もつけたいな。ねえ、ぜひぜひ逮捕されたい方は逮捕されに来てくださいはい、待ってます。あんかけスパ、あんかけスパ食べたことない。前ね、川島におすすめしてもらった気がする。あ、でね、あの、ちまって、あの、皆さん味噌おでん、あの真っ黒のやつ、真っ黒のやつって食べたことあります？あれな、何あれ、何なの逮捕されに来てくださいね。もうね、服装は全部決まってるんだ、このフラストレーションの小悪はね。ぜひぜひ。え、味噌おでん、なんかさ、あの、あれ、真っ黒のやつって本当に味噌おでんっていうの？あれは土手に？何あれは、真っ黒のやつ、見た目ほど味濃くないの？うん、甘い味噌、そうなんだ。へえ。え、土手煮と味噌おでんの違いはない？ありますか？違いは。すごい食べてみたい。そう、味噌カツ、そう、姫たんもね、味噌カツと、名古屋飯は味噌カツと、あと手羽先と味噌煮込みうどんと、あとなんだっけな、それくらいかな、食べたことあるやつ。そう、それしか食べてないの。あ、我が家でもよく作るんだ、すごい。卵が美味しい。あ、甘いのね。そうなんだ、食べたいね。真っ黒、うん、あ、八丁味噌ね、知ってます、八丁味噌。あ、具材が違うだけなんだ。あ、ひつまぶしも食べました、ひつまぶし。そうそう、あとね、あの喫茶店によくある周りに卵が流れてるスパゲッティ、あ、天むすもある、天むすも食べたことある。台湾ラーメンまだな、だな。あんかけスパは美味しいお店？エスカにある。あ、そうなんだ。名古屋グルメはだいたい八丁味噌使ってる。八丁味噌食べたことない。美味しいんですかね。つけて味噌は冷蔵庫に入れないとダメ、うん、そうなのね。普段何食べてるの？姫たん普段はですね、さつまいもとコンビニ飯。飯って言い方よくないね、コンビニご飯。なんかね、最近姫たんね、口がすごい悪くてね、直してます、必死に。ダメだね、そう、口悪いのはダメです、本当に。あんかけスパ辛いんだ、うん。鉄板、あ、鉄板ナポリタンね、鉄板ナポリタンって言うんだ。なんかランチで食べました、美味しかったです。今日自分で作って食べた、すごい。鉄板持ってるんですか？きしめんはね、まだ食べたことない。お伊勢さんしてみたら。お伊勢さんって何ですか？伊勢エビ。お、あと10分だ、ありがとうございます。コンビニどこ推し？姫たんはですね、セブンかな、やっぱセブンのハッシュドポテトは美味しいです、めっちゃ。
あとマックの朝マックのハッシュドポテトが好き。そう、君への影響だ。口がね悪いのは君へと一緒ですね。でも君ちゃん、そう君ちゃんとねお財布をお揃いにしたいな。お姫たん、エビフライサンドイッチ、あ、食べました。喫茶店のコンパル、コンパルのエビフライ。そう、最近ね自炊できないんだよね。あ、でも食べた、あのねちょっとスーパーでお刺身を買って、それを自分で醤油とかにつけて漬け丼にして食べました。あとフレンチトーストも作った。いいでしょ。結構料理できるんだよ。お伊勢さんは伊勢神宮のことだよ。あ、そうなんだ、お伊勢さん。へえ、呼び方面白い。お伊勢さん、お伊勢さん、お伊勢さん。台湾混ぜそばね、台湾混ぜそば食べてみたいな。そう、ハッシュドポテト好きなの。あ、マックの店員さんがいるよ。すごい、今日もマックでハッシュポテト揚げてきたよ。あれって揚げてるんだね、すごい。いつもありがとうございます。お世話になってますね。コンパル好き。お財布一緒なの嫌なんでしょ。ちょっとね、あのね、お揃いっていうものあんま好きじゃないんですけど、でもね、あの超欲しかったやつを君へに先越されちゃってちょっと悔しいんで、姫たんも買っちゃいたいなって。ね、悔しい。そう、姫たんの料理、でも自分で作る料理ってさあんま美味しく感じないよね。あ、今何時ですか、教えて教えて。そう、大学芋も作ったんです。マック、そう、姫たんね食べ歩き好き。よく原宿とかでも一人で食べ歩きしてましたね。なんか一人って言うと悲しいね。いや、でも一人は楽です、楽。実家で料理してたのかな。まあまあお休みの日とかは、うん、自分でご飯作って食べてた。ファンからしたら姫たんが作れば何でもごちそう。本当ですか。じゃあ姫たんがさ、めっちゃ焦げ焦げのお肉作っても食べてくれるのかな。あ、焼肉食べたいな、焼肉食べたいな。ねえ、一人最高だよな。いや、ファンの方がお友達だから。ねえ、あつまこと行こう。おつまこまだいるかな。おつまこ、おつまこ見てる。お、53分ありがとうございます。じゃあ55分になったらランキング読みます。今日姫たんいると思って公園入った。姫たんね、いないんですよ、ごめんね。出演メンバー見て、そう、姫たんね、ちょっと足今怪我してて休園中なんですね。復活したらまた遊びに来てください。ごめんね、ありがとうございます。伊勢神宮のおかげ横丁で食べ歩き最高です。おかげ横丁ってなんか聞いたことあるな、行ってみたい。え、ね、姫たんもね、あの焼肉は焦げ焦げのご飯が、ご飯じゃない、焦げ焦げのお肉好きです。そう、焦がしてもね姫たん自分で食べちゃうから、ごめんね、みんなに食べさせらんないや。ごめんね、姫たん焦げ焦げのお肉好きなんだ。あ、もう55分、 OK、 ありがとうございます。あ、全然足の心配は無用です、大丈夫だよ。うん、ただね、公園出れないのすごい嫌だね。うん、
早く直すので待っててください。その間まで温めておいてください。ありがとうございます皆さん。そう、姫たんね、しっかりお肉焼く派なんだ。焼肉食べたいね。食べよう。よし、じゃあランキング読みます。13位は竜兵、12位はわた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 、11位はカズヤ、10位はプレジョン、9位はトモトモ、8位はミュ、7位はテツミヤ、6位はノリグラタン、5位はみかん4位はマー君、3位はトモヤン、2位はマサヒロ、そして1位はオカピでした。ありがとうございます。皆さんごめんね、1回配信止めちゃって。でも来てくれてありがとうございましたね。ありがとうございます。このまんまね、自然に10時までピチッと切れるのをお待ちしております。私はあと最後、宣伝になって申し訳ないんですけど、まだまだね、あの握手会のフラストレーションの握手会の5時販売がまだまだありますので、ぜひね遊びに来てください。待ってます、ひめたんは待ってますそう、まだねひめたん17歳だから、勝手にね22時で切れちゃうの。ね、目指せ完売ね、11周年までにぜひぜひ完売できたらいいな。ありがとうございますそう、姫たん意外と若いんですよね。セブンティーン、なんで勝手に切れちゃうんだろうね。すごいねショールームって。お、来月愛知エキスポお待ちしてます、行くよって。ありがとうございますね。昨日じゃない、一昨日、すごいなんか3部が完売させていただいて、なんか後ろ見たらすごい列がたくさんできてて、とってもありがたかったですありがとうございます。設定か、設定で切れるようになってんな。待ってます、ありがとうね。今日の服はなんかこれピラピラこんな感じ。またね、おやすみなさい、しっかり寝ましょう。あと1分。お、バイバーイ、おやすみ、ありがとうね。バイバーイ。